顎鳴らすいておるな、なんか顎ゴキゴキってやるやつ、あれなんなの？顎は鳴らんねんけど、どうやって顎関節障害からなる、なるほどね。顎鳴らすバカおるわって。食べるとき顎鳴る、僕も昔それで悩んでたけど、なんか治ったな、知らん間に。鳴らそうと思ったら確かに鳴らせるな、思いっきりゴキってやったら。あ、今鳴ったわ、ゴキって。やめよう、こんなん、やったあかんわ。絶対やったあかん、痛い。鳴らしたらワンチャン外れる、怖っ。顔の半分は顎や、助けてって嘘つくな、お前。写真送ってこいよ。目、鼻、口はモザイクかけていいから、お前写真送ってこい。絶対嘘やろ、お前。顔の半分は顎のやつなんかおるか。よし、送ってやろうと。ディスク、ちょ、みんなの前で見るわ。配信で晒すぞ。危険児かって。モザイク入れていいよ。ちゃんと顔の半分がほんまに顎なのか、証明できたらいいよ、それで。顔は隠しといて、かまん。ディスコードの DM に送ってきてくれ、じゃあ。ディスコードの DM に、君の顎半分の顔。絶対嘘やと思うけどな。顎の鳴り始めは、顎関節症の兆候、またはすでにかかっているので、日頃のケアが大事。放置すると開かなくなるで、やって。すでに顎関節症と言っても、差し支えないレベルらしい。顎半分とか実質裏眼筋やろって。口上げるたびに顎鳴るって。ならんな、それはない。わしはほんと開かなくなった。リアル城之内ってブルーアイズアルティメット城之内くん力みすぎて、ああそれもあれやろな。え、ディスコードに貼られてる？ちょっと待って見るわ。ほんまに顎の半分 DM じゃなくてみんなのとこに貼ったん？これ伸ばしてるやろ、これ。これ伸ばしてるやろ、貼られてるわ、ほんまに。え？これ、伸ばしてるよね、絶対。え？伸ばしてるやろ、これ。めっちゃ伸ばしてるんじゃん、下に。違う？でもすごいな、なんか、2箇所にヒゲ生えてるよな。ヒゲ生えるとこなんか2箇所ない？顎の突起がさ、2箇所あるから、ここに、上にも生えてるし、下にも生えてるね。なんか顎だけあれになってるよ、あの、デスピサロになってる、顎が。顎がデスピサロになってる。これ事故のせいな？なんでこんなやったの？なんか怖って。やめたれよ。事故のせいやったらしゃあないやん。編集なしって、編集してたらもうそれクソつまらんぞ、さすがに。怖いは聞き慣れてるって、なるほどね。編集した感じない。笑っちゃダメだけど笑っちゃうって。笑ってほしくてお前あげたんやろ？じゃなきゃこの配信にさらすわけないやん。この配信さらしたらみんなが笑うのは分かりきってることやろ。来た瞬間変な画像で腐って、視聴者さんの顔なんやけどな、変な画像つされてるぞ。確かに城之内、ちょっと城之内の画像見てみるか。城之内くんの顎はこれね。確かにすごい顎をしている。で、視聴者さんから送られてきた顎はこれね。結構いい勝負してるな。結構いい勝負してる、これ。あれ？城之内くんに勝ってね、これ。普通に勝ってるやん、城之内くんに。ほら、顔の比率だけ言ったら城之内くんに勝ってるやろ、これ。勝ちでいいよ、これ。城之内に勝ってるやん。おめでとう、城之内勝也を倒した男や、君は。さすがやね、あの伝説のデュエリスト城之内勝也を倒してる。あなたはデュエルするまでもないわ、もう顎の長さで勝ちや。すげえ怖いとか言ってごめんってよ。お、実力を認め出したな、みんな。闇のデュエルを行うまでもない。そうやな、くっ、城之内はもうすでに負けを認めるよ、そこで。まあでもコンプレックスでその死にたくなるというより、こういうさ、こんな感じでネタにできるあたりはメンタル強いな。そんだけのメンタルがあればもうやっていけるやろ。え、また張ってるって嘘？ほんま？また張ってんの？あ、ほんまや、また張ってるわ。すごいな、もう自虐精神がすごいな。もうまた張ってくれてる。おお。まあこれだけ自虐できるんだったらもう怖いもんなしやな、ほんとに。
城之内くん完コピしてるやん。これほんまに本人なんやろな、これお前知らん人の画像とかじゃないやろな。本人なんかこれほんまに。城之内くん完コピすんのはいいけど、ほんまに本人なんやろな、これ。ヒロイガとかでなんか持ってきてるんちゃうやろね、これ。本人である証明してくれよ。紙にさ、梅田ジャパンって書いて写真撮って送ってきてくれ。じゃなきゃ証明できんやろ、それ。なあ。ほんまに本人なんか？ヒロイガの可能性を僕は捨てきれんから、紙に梅田ジャパンって書いて送ってきてくれ。顎には貼るなよって顎に貼ってもいいけど、ヒロイガと悪質、ほんまに悪質すぎるわ、さすがに。顎に梅田ジャパンって書けってあかんよ、書いたら水性ペンだったらいいけど、油性ペンって書くなよ。顎に梅田ジャパンって掘れやばすぎる。そこまでされたら僕、その人を生涯養っていかなあかんやん、もう。養っていく宿命にあるやろ、僕が。掘ったら。後ろのプーさんが伸びてないから加工してない。なるほどな。加工じゃないのは 100% か。今書いてると思うとにやけるって、想像したあかんよ。顎に書くのに手間取ってるって、そんなまさかな。え、来た？マジでちょっと待って。見るわ。やばいなぁ、首と顎がつながって、あーしんどい、もうもう明日から旅行行くんやって、俺しんどいよ、もう。めっちゃいい顔してる。タンクトップ顎にき、いい肩幅してんなって。確かに硬いよな。俺、お堂さんも外事ジャパン入らなかったん、これもう。問答無用で外事ジャパン入らなかったん。ほんとすごい、この人。言い方よ。笑ったらあかんって。いや、この配信やったら笑っていいんやよ。この配信以外で、そのなんか顎が長くて悩んでるんですって人の写真見て笑ったら、それ畜生やけど、この配信やからいいんやで。本人が笑ってくれって言ってないから。顎長いだけで外事って。旅行のお供って何をお供にすんのだよ。顔見せるだけで笑ってくれとか最高やと。ほら、このメンタルやで。何も怖くないよな、ほんと。顔を隠して、顎を隠さずって。現像して胸ポケットに行って。胸ポケットに入れると顎が隠れるやんか、お前。顔だけしか映らん。なんか明日から頑張ろう。王道さんに乾杯でみんなメンバー登録してよ。ぜひ。王道さんと絡んだってくれ。顎だけでアベノマスク1枚使えるって、ひでえ。私も頑張ろうってどういう意味やねんそれ。いったんちゃう？いったんちゃう？ナイフゼロ、やば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 い、いったいったいった、よっしゃ、ナイフゼロ、よっしゃー、来た、豆腐クリアした。マジか、ジーサスクライスト。あーしんど、あーしんど、よっしゃ、奇跡が起きた、アゴパワーや、アゴパワーで奇跡起きた、王道パワー来た、王道さんパワー、ほんとありがとうございます。豆腐炎ノーダメージノーコンティニュー縛りザ・豆腐サバイバークリアしました、ありがとうございます。やばブルーアイズ。これ、城之内くん邪魔やな。城之内くん一旦消すわ。オッケー、これでオッケーや。よし、できた。ブルーアイズアルティメット王道さんできたわ。ありがとうございます、本当に。ありがとうございました。
ブルーアイズアルティメット王道くん。できた。アゴデッキ完成した。アゴデッキ完成したぞ。よし、できた。完成した。ブルーアイズアルティメット王道さんできたぞ。よしよしよし。